です。
catch them. What's happening? Who's in control of those things? Get in touch with the 4th Armored Division. We need backup from Lieutenant General Craig. This is awful. What happened here? Oh, terrible. I can smell smoke. Are they using gunpowder? They've completely blindsided us. It appears that everything else they've done today was to serve as a decoy, even making the tanks go haywire. Right. It looks like their real target was the railway guns all along. Which means they must be serious about targeting that trade conference in Crossbell City. Wouldn't. How can they possibly sink? So, they're intent on taking the Chancellor's head after all. Resorting to such wanton violence? This is absolutely outrageous. Please, let us know. We don't know if reinforcements are on the way, and it doesn't look like we have much time left. We have to stop them before they can activate the railway guns. Rain's right. I don't know how much we can really do, but considering the alternative, we have to try. To let those terrorists have their way. Looks like any attempt to convince you otherwise would fall on deaf ears. All right. Reen, you and the rest of Group A are with me. Group B, you'll be under the command of Major Neidhart. One group will secure the gun in the right wing. The other group will secure the left. This is an actual combat situation with real lives at stake. I expect the best from each of you. Yes, sir. All right, Class 7. Our objective is to stop the activation of the railway guns. We've learned a lot at the Academy. It's time to put that knowledge to the test. Understood! おいでなすったわね。実習の時に現れた機械仕掛けの魔獣か。話は後、とっとと片付けるわよ。了解。この程度恐るるに足らぬ。行くぞ。俺の番だ。そこだ。え？はい。行くぞ。行くぞ。そこだ。ない。
の番だな。崩したぞ。ここだ。マイ。チャンスだ。食らいなさい。行くぞ。そこだ。任せなさい。だ。俺の番だな。だ。行くぞ。はい。我が剣にかけて悪は許さぬ。間違いない。あの時の魔獣と同じタイプだ。どうやら要塞内に大量に放たれているらしいな。さっきの兵士たちを襲ったのもこいつらだろう。はい。人形兵器。教官も言っていたが、それが本当の名前なのか。ええ、とある連中が作った使い捨ての厄介な兵器でね。慎重に、迅速に先を急ぐわよ。はい。承知。私の番だな。行くぞ。私の番ね。任せてくれ。この程度恐るるに足らぬ。私の番ね。俺の番だ。時が押し行くとしよう。襲い来るな。マイ。俺の番だ。そこだ。今だ。付き合い。さ。強国クロスベル州との境界ですね。
貴様。軌道が早すぎる。まさか狙いもつけずにぶっ放すつもりなの？サラ教官、こんなものまで実用化されているのか。この忙しい時に。あんたたち速攻でぶっ潰すわよ。了解。制圧を開始する。さあかかってこい。行くぞ。炎、我が剣に集え。私だけでも先行する。君たちは安全を確保しながら。列車砲が。しまった。よせ。
はケルリック経由バリアハート行き旅客列車をご利用いただきありがとうございます。次はトリスタ、トリスタ1分ほどの停車となりますので、お降りになる方はお忘れ物のないようご注意ください。ライノの花か。こんなに咲いているのは初めて見たな。あいった。ごめん、大丈夫か？すまない。俺がぼーっとしてたせいだな。気にしないで。私も花に見とれちゃってたから。でもすごく良さそうな街ね。ああ、俺もちょうど同じことを思っていたところさ。トランク大丈夫か？落としちゃったみたいだけど。ええ、心配しないで。それにしても同じ色の制服なのね。そういえばみんな緑の制服だけど、一体どうなっているんだ？送られてきたものを着てきただけなんだが。それは私も同じだけど、でも他にも着ている人を見かけたし、理由があるのかもしれないわね。それこそ同じクラスだったりとか。ああそれじゃあ入学式の時にまた会えそうな気もするけど。名前キート君だったな。まあいいや、これから先も顔を合わせる機会はありそうだし。しかし同じ色の制服か。このオーブメントにしても、制服と一緒に届いた割には名も士官学校の備品にしてはかなり凝ってるみたいだけど。まあいい、そろそろ行こう。トールズ士官学院は町の北側にあるみたいだ。まだ時間はあるけど、入学式に遅刻なんてしたらシャレにならないからな。それではお嬢様、ご分をお祈りしております。
うん、ありがとう。爺も元気で。父上の留守はよろしく。あは、心得ております。これは失礼。よき日和でございますな。この度はご入学誠におめでとうございます。あ、ええ、ありがとうございます。ここが。ここがトールズ士官学院。かのドライケルス大帝が創設したと伝えられる学校か。お疲れ様です。士官学院に到着いたしました。ご苦労。お荷物お持ちいたします。無用だ。悪目立ちをするつもりはない。ですが。無用と言っている。あとは適当に休憩してからバリアハートへ戻るがいい。あ、それでは失礼いたします。良き学院生活を。お体にはお気をつけください。おめでとうございます。うんうん、君が最後みたいだね。リン・シュバルツァー君でいいんだよね。あ、はい。どうも、はじめまして。しかし、どうして自分の名前を？ちょっと事情があってね。あんまり気にしないで。それが申請した品かい？一旦預からせてもらうよ。ああ、案内書にあった通りですね。確かに。ちゃんと後で返されるとは思うから心配しないでくれ。入学式はあちらの講堂であるから、このまままっすぐどうぞ。あ、そうそう、士官学院へようこそ。入学おめでとう。充実した2年間になるといいな。最後に君たちに一つの言葉を送らせてもらおう。
本学院が設立されたのはおよそ220年前のことである。創立者はかのドライケルスタイテ。戦撃を集結させたエレボニア帝国中高の祖である。即位から30年余り、晩年の大帝は帝都からほど近いこの地に、近年軍の機構化とともに音楽院の役割も大きく変わっており、それでも大帝が残したある言葉は今でも学院の理念として息づいておる。若者よ、世の礎たれ。世という言葉をどう捉えるのか。何をもって礎たる資格を持つのか。これからの2年間で自分なりに考え、切磋琢磨する手がかりにしてほしい。わしの方からは以上である。いきなりハードルを上げられちゃった感じだね。ああ、さすがは獅子神皇帝と言うべきか。単なるスパルタなんかよりもはるかに難しい目標だな。そうだよね。僕はエリオット、エリオット・クレイグだよ。リーン・シュバルツァーだ。そういえば同じ色の制服だな。うん、どういうことなんだろうね。ほとんどの新入生は緑色の制服みたいだけど、あ、向こうにいる白い制服は貴族の新入生なのかな。なあ、そうみたいだな。だがどうしたの。あ、いや、なんでもない。以上でトールズ士官学院第215回入以降は入学案内書に従い指定されたクラスへ移動すること。学院におけるカリキュラムや規則の説明はその場で行います。以上、解散。指定されたクラスって、送られてきた入学案内書にそんなの書いてあったっけ。いや、なかったはずだ。てっきりこの場で発表されると思っていたんだが。はいはい、赤い制服の子たちは注目。どうやらクラスが分からなくなって戸惑ってるみたいね。実はちょっと事情があってね。君たちにはこれから特別オリエンテーリングに参加してもらいます。え？特別オリエンテーリング？ふむ。ま、すぐにわかるわ。それじゃ全員、私についてきて。とりあえず、行くしかなさそうだ。やれやれだな。本当どういうことなのかな。わからないが、とにかく行ってみよう。
ここって士官学院の裏手、ずいぶん古い建物みたいだな。こんな場所で何を。わけがわからないぞ。まあ考えても仕方あるまい。なんかいかにも出そうな建物だよね。そうだな。ほほー、あれが俺たちの後輩ってわけだな。まあ名目こそ違うが似たようなものだろうね。私たちの努力が報われたのなら、こ1年間地道に頑張った甲斐があるというものだよ。だよなーって。お前は努力なんてしてねえだろ。好き勝手やってただけじゃねえか。それは君も同じだろ。しかしアリサ君といい、可愛い子ばかりで嬉しいな。これはぜひともお近づきにならないとね。知り合いでもいいのか。じゃなくて粉かけまくるんじゃねえよ。お前のせいでこの1年どんだけの男子が寂しい思いをしたと思ってやがるんだ。鼻で笑いやがったな。もう二人とも喧嘩しちゃダメじゃない。いや、二人ともお疲れ。他のひよこどもは一通り仕分け終わったみてえだな。うん、みんなとてもいい顔をしてたかな。よし、充実した学院生活が送れるようしっかりサポートしなきゃ。さすがは会長殿。もう張り切っちゃって。まあ多少の助けがないと最初のうちは厳しいだろうしね。それでそちらの準備も一通り終わったみたいだね。ああ、教官の指示通りにね。しかしなんというか、彼らには同情を禁じ得ないな。ま、それは同感だぜ。本年度から発足する訳ありの特別クラス、せいぜいお手並みを拝見するとしようかね。君たち7組の担任を務めさせてもらうわ。よろしくお願いするわね。7組。それに君たちって。ふん、聞いていた話と違うな。あのサラ教官、この学院の1学年のクラス数は5つだったと記憶していますが、それも各自の身分や出身に応じたクラス分けで。お、さすが首席入学、よく調べているじゃない。そう、5つのクラスがあって貴族と平民で区別されていたわ。あくまで去年まではね。今年からもう一つのクラスが新たに立ち上げられたのよね。すなわち君たち身分に関係なく選ばれた特化クラス7組が
特化クラス7組。身分に関係ないって本当なんですか？冗談じゃない！身分に関係ない？そんな話は聞いていませんよ。確か君は…マキアス・レーグニッツです。それよりもサラ教官、自分はとても納得しかねます。まさか貴族風情と一緒のクラスでやっていけって言うんですか？そう言われてもね。同じ若者同士なんだからすぐに仲良くなれるんじゃない？そんなわけないでしょう。君、何か文句でもあるのか？別に。平民風情が騒がしいと思っただけだ。これはこれは、どうやら大貴族のご子息殿が紛れ込んでいたようだな。その尊大な態度、さぞ名のある家柄と見受けるが。ユーシス・アルバルよ、貴族風情の名前ごとき覚えてもらわなくても構わんが。シダイウェイモン。東の黒い全州を治めるアルバレア公爵家の大貴族の中の大貴族ね。なるほど、噂には聞いていたが。だからどうした？その大層な仮面に誰もがひるむと思ったら大間違いだぞ。いいか、僕は絶対に。はいはい、そこまで。いろいろあると思うけど、文句は後で聞かせてもらうわ。そろそろオリエンテーリングは始めないといけないしね。オリエンテーリング、それって一体何なんですか？そういう野外競技があるのは聞いたことがありますが。もしかして門のところで預けたものと関係が？あら、いい感してるわね。それじゃ早速始めましょうか。しまった。あんたも付き合うの？オリエンテーリングにならないでしょうが。めんどくさいな。床が傾いて。やれやれ、不覚を取ってしまったな。ここは先ほどの建物の地下か。くだらん真似を。心臓が飛び出るかと思ったよ。リンは大丈夫？
のよ、まったく。あら、その、なんと言ったらいいのか。とりあえず申し訳ない。でもよかった、無事で何よりだった。その災難だったね。ああ、役日だ。それにしても、ここは一体。うん、何か置かれてるみたいだけど。これは、入学案内書と一緒に送られてきた携帯用の動力機か。それは特注の戦術オーブメントよ。この機械から通信機能を内蔵しているのか。まさかこれって。ええ、エプスタイン財団とラインフォルト社が共同で開発した次世代の戦術オーブメントの一つ、第5世代戦術オーブメント、アークスよ。アークス。戦術オーブメント、アーツが使えるという特別な動力機のこと。そう、クォーツをセットすることでアーツが使えるようになるわ。というわけで各自受け取りなさい。武具と特別なクォーツを用意したわ。それぞれ確認した上でクォーツをアークスにセットしなさい。うん、とにかくやってみるか。行ってくるね。これは。それはマスタークォーツよ。アークスの中心にはめればアーツが使えるようになるわ。さ、セットしてみなさい。Thank you.
君たち自身とアークスが共鳴同期した証拠よ。これでめでたくアーツが使用可能になったわ。他にも面白い機能が隠されているんだけど、ま、それはおいおいってところね。それじゃ早速始めるとしますか。そこから先のエリアはダンジョン区画になってるわ。割と広めで入り組んでるから少し迷うかもしれないけど、無事終点までたどり着ければ旧校舎1階に戻ることができるわ。ま、ちょっとした魔獣なんかも徘徊してるんだけどね。それではこれより士官学院特化クラス7、各自ダンジョン区画を抜けて旧校舎1階まで戻ってくること。文句があったらその後に受け付けてあげるわ。なんだったらご褒美にポッピにチューしてあげるわよ。どうやら冗談というわけでもなさ。待ちたまえ。いきなりどこへ。一人で勝手に行くつもりか。慣れ合うつもりはない。それとも貴族風情と連れ立って歩きたいのか。まあ魔獣が怖いのであれば同行を認めなくもないがな。武王尊ぶ帝国貴族としてそれなりに剣は使えるつもりだ。ノブレス・オブリージュとして力なき民草を保護してやろう。誰が貴族ごときの助けを借りるものか。もういい。だったら先に行くまでだ。旧態依然とした貴族などより上であることを証明してやる。どうしましょう。とにかく我々も動くしかあるまい。念のため数名で行動することにしよう。そなたとそなた、私と共に来る気はないか。ええ、別に構わないけれど。私も正直助かります。それにそなたも。まあいい、後で声をかけておくか。では我らは先に行く。男子ゆえ心配無用だろうが、そなたらも気をつけるがよい。ああ。後でちゃんと謝っておかないとな。それでどうする。せっかくだから俺たちも一緒に行動するか。うん、もちろん。というよりさすがに一人だと心細いよ。依存はない。俺も同行させてもらおう。ガイウス・ウォーゼルだ。帝国に来て日が浅いからよろしくしてくれると助かる。そうか、やっぱり留学生だったか。こちらこそよろしく。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ。それにしてもその長いのって武器。ああ、これか。十字の槍。
なんだかかっこいいね。故郷で使っていた獲物だ。こちらはまた不思議なものを持っているな。武器でオーバルスタッフって言うんだって。入学時に適性があるって言われたから使用武具として選択したんだけど。なるほど、そんなものがあるのか。俺も聞いたことがないな。なんでもまだ試験段階の武器なんだって。それでリーンの武器はその、ああ、それって剣？帝国のものとは異なっているようだが。これは太刀さ。見事だな。東方から伝わったもので、切れ味はちょっとしたものだ。その分扱いが難しいからなかなか使いこなせないんだが。なんだかすごく様になってたけどせいぜい当てにさせてもらおうか。さて、俺たちもそろそろ行くとしようか。ああ、警戒しつつ慎重に進んでいこう。まずはお互いの戦い方を把握しておかないとな。うん。Thank you.
れって魔獣？うん、見たことのない種類だが。飛び込みだな。チャンスだ、畳みかけるぞ。マイル、シェイ、僕の番だね。俺の番だ。風の赴くままに。うん、今みたいなのが何匹もうろついてるのかな。気配を感じる。間違いなさそうだ。とにかく焦らず先に進もう。風の赴くままに。本当に地下道って感じだよね。方向感覚がなくなってきたかも。まあ気をつけて進まないとな。道を切り開く。はあ、エリオット、大丈夫か？怪我はなさそうだが。緊張しっぱなしで気が抜けちゃったみたいで。二人ともすごいな。全然平気みたいだし。まあ慣れの違いだろう。どうする？手をか。うん、大丈夫。ちょっとよろけただけだから。よいしょっと。おい、エリオット。え、しまった。よかった、間に合ったみたいだな。Thank you.
確かマキアスと言ったか。ああ、そのさっきは身勝手な行動をしたと思ってね。いくら相手が傲慢な貴族とはいえ、冷静さを失うべきじゃなかった。すまない、謝らせてほしい。いや、気にすることはないさ。うんうん、あんな状況だったしね。危ないところを助けてくれてありがとう。いや、引き返したところに偶然行き合わせてよかった。君たちは3人だけみたいだな。ああ、他のメンバーはもっと先行していると思う。最初の場所に戻ったとしても誰もいないだろう。そうか、そのもしよかったら僕も同行して構わないか。見ての通り銃が使えるからそれなりに役に立つはずだ。ああ、喜んで。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ、よろしくね。ガイウス・ウォーゼル、よろしく頼む。マキアス・レーグニッツだ、改めてよろしく。そういえば身分を聞いても構わないか。その含むところがあるわけじゃないんだが、相手が貴族かどうかは念のため知っておきたくてね。うちは平民出身だけど。同じく。そもそも故郷に身分の違いは存在しないからな。なるほど、留学生なのか。それで君の方は。ああ、少なくとも高貴な血は流れていない。そういう意味ではみんなと同じと言えるかな。そうか、安心したよ。見たところ女子もいないし、先を急いだ方が良さそうだ。万が一危険に陥っていたら僕たちがフォローしないとな。ああ、そうだな。では出発するか。学院の敷地にこんな場所があるんだ。そうだよね、落とし穴まで用意してるし。彼も少しは頭が冷えたようだな。おかげさまでね。遅ればせながら名乗らせてもらおう。
エス・アルゼイド、レグラムの出身だ。以後よろしく頼む。レグラム、帝国の南東の外れにある場所だったっけ。うん、湖のほとりにある古めかしい町だ。列車も一応通っているが、辺境といっても過言ではないな。アルゼイド、そうか、思い出したぞ。確かレグラムを治めている子爵家の名前じゃなかったか。ああ、私の父がその子爵家の当主だが、何か問題でもあるのか。いや、マキアスとやら、そなたの考え方はともかく、これまで女神に恥じるような生き方をしてきたつもりはないぞ。私も、多分私の父もな。いや、すまない、大があるわけじゃないんだ。そちらの君は。エマです。エマ・ミルスティン。私も辺境出身で、奨学金頼りで入学しました。よろしくお願いしますね。奨学金、そういえば教官が史跡入学者と言ってたな。まさか主席が女の子だったとは。うん、随分優秀なんだな。そのたまたまですよ。必修の武術にも縁がなくて、こんなものを勧められたんですけど。魔道女、君もそうなんだ。でも僕の持っているのと形が違うみたいだけど。そうですね、どういうことなんでしょう。ん？どうした？そなたも自己紹介くらいした方がいいのではないか？そうね。アリサ・アール、ルーレ市からやってきたわ。よろしくしたくない人もいるけど、まあそれ以外はよろしく。アリサさん。ルーレってあのルーレだよね。大陸最大の重工業メーカー、ラインフォルトの本社がある町か。ええ、まあそうね。そういえばあのトランクの中身はその弓だったんだな。面白い作りをしているけど、動力式なのか。その通りだけど、あなたと何の関係が。そういえばこれからどうしようか。せっかく合流したんだし、このまま一緒に行動する。そうだな、そちらは女子だけだし、安全のためにも。いや、心配は無用だ。それは剣には少々自信がある。残りの二人を見つけるためにも二手に分かれた方がいいだろう。ですね、あの銀髪の女の子もまだ見つかっていませんし。そういうことなら別行動で構わないだろう。お互い出口を目指しつつ、残りの二人も探していく。それで構わないか。うん、依存はないぞ。アリサ、エマ、それでは行くとしようか。そうね。また後で。それでは失礼します。その御愁傷様だったね。不可抗力だったというのはこの際関係ないんだろうな。
それはともかく、やっぱり女子だけなのは心配だな。誰か一人くらいは向こうについて行った方がいいかもしれない。しかしあのラウラという娘、見たところ尋常じゃない腕を持っていそうだったが。まあとんでもない剣を持っていたのは確かだが、それでも女子の力だろう。身長は僕より高かったけど、あんな剣まともに触れるのかな。いや多分余裕だろう。ネグラムのアルゼイド流、帝国に伝わる騎士剣術の総本山だ。彼女の父親アルゼイド子爵は武の世界では光の剣匠と呼ばれ、帝国最高の剣士として知られている。おそらく新入生では最強、彼女に勝てる人間はいないはずだ。そんな流派が帝国には存在しているのか。へえ、詳しいんだねリン。まあ一応剣の道に関わっている端くれだ。そろそろ俺たちも行こう。アルバレア家の子息もそうだが、あの銀髪の子も心配だ。そうだな。あの傲慢な奴は別にどうなっても構わないが。まあまあ。分かれ道か。どちらに行ったものかな。風を感じる。出口は東側のようだ。どうした？また魔獣が潜んでいるとか。いや、この気配は。結構鋭いね。あの銀髪の。よかった、無事だったか。と言ってもその様子じゃ心配することもなかったかな。うん、必要。私小柄だし結構すばしっこいから。クラウゼル、P でいいよ。もう半分は超えてるから、その調子でいけばいい。それじゃ。ちょっと待った。一人で大丈夫なの？別に慣れてるから。先に行くね。すごい、大した身のこなしだな。確かにあの様子なら心配の必要はなさそうだ。ああ、俺たちも先に行こう。
ごい剣さばき。どうやら助太刀の必要はなさそうだな。あれも帝国の剣術なのか。ああ、貴族に伝わる伝統的な宮廷剣術。それもかなりの腕前だろう。はあ、それで何の用だ。いや、お見事。リーン・シュバルツァ、さっきは名乗る暇もなかったから自己紹介をしておくよ。どうもエリオット・クレイグです。ガイウス・ウォーゼルだ。よろしく頼む。ユーシス・アルバレア、一応改めて名乗っておこう。それにしてもなかなか殊勝な心構えだな。何がだ。あれだけの単価を切ったくせに連れ立ってくるとは。大方すぐに頭を冷やして首相にも詫びを入れたのだろう。いやはや貴族風情にはとても真似できない素直さだ。何様のつもりだ。その傲岸不遜な態度、君たち貴族はみんな同じじゃないか。特にアルバレア公爵家といえば帝国で一二を争う大貴族。さぞ僕たち平民のことを見下しながら生きてるんだろう。そんなことをお前に言われる筋合いはないな。レーグニッツ帝都知事の息子、マキアス・レーグニッツ。帝都知事。あ、そういえばレーグニッツって、帝都ヘイムダルを管理する初の平民出身の行政長官。それがお前の父親、カール・レーグニッツ知事だ。ただの平民というには少しばかり大物すぎるようだな。だったらどうした。父さんが帝都知事だろうと、うちが平民なのは変わりない。君たちのような特権階級と一緒にしないでもらおうか。別に一緒にはしていない。だがレーグニッツ知事といえば、かの鉄血宰相の盟友でもある。革新派の有力人物だ。そして宰相率いる革新派と四大名門を筆頭とする貴族派はことあるごとに対立している。ならばお前のその露骨なまでの貴族嫌悪の言動、ずいぶん安っぽく分かりやすいと思ってな。このちょっと、気持ちは分かるがちょっと落ち着いてくれ。そちらも少し言葉が過ぎるぞ。売られた喧嘩だ。もういい、分かったから話してくれ。すまない、少し頭を冷やしてくる。君たちは代わりにそいつと行くといい。あ、今のは言い過ぎだ。親の話題を持ち出すなんてあまり品がいいとは思えないぞ。確かに口が過ぎたようだ。俺もまだまだ修行が足りんな。え、
なんだその意外そうな表情は。いやだって侯爵家の若様なんでしょ。なのにそんな首相な、ってすみませんごめんなさい。無用にかしこまるな。身分の区別はあるとはいえ士官学院生はあくまで対等、学院の規則にもあっただろうが。そうだけど、じゃなくてそうですけど。どうやら帝国では身分はかなり重要らしいな。ああ、古い国だからな。ユース、君の方はどうするんだ。マキアスはああ言ってたけど、このまま俺たちと同行するか。本当は一人で行くつもりだったが、奴と同じ行動をするのも尺だ。同行させてもらうぞ。どうぞ歓迎させていただきます。やれやれ。ま、行くとするか。辛いかも。どうやらここが地上に通じる終点らしいな。ああ、日も差し込んでいるし間違いないだろう。とんだ茶番だったな。大抵ゆかりの士官学校と聞いたから、どんな試練が待ち受けているかと思ったが、そうかな。結構むちゃくちゃだと思うけど。でも7組か、一体どんなクラスなんだろうね。そうだな。あれだ。あれは、何あれ。イニシエの伝承にあるガーゴイルか。というのはこんな化け物が普通。少なくとも古い伝承の中だけだ。いずれにせよ、こいつを何とかしない限り、みんな何とか撃破しよう。了解だ。相手に不足はない。え、女神様。手強いぞ。気をつけろ。行くぞ。剣に集まるのだ。
の番だ。行くとしよう。よし、これで。いや、まだだ。力を取り戻したのか。厄介な。ついたか。どうやら無事みたいね。すみません、遅くなりました。いや、助かった。ガーゴイル、暗黒時代の魔道の産物か。どうやら凄まじく硬いようだ。ああ、しかもダメージを与えても再生される。だがこの人数なら正気さえつかめれば。まあ、仕方ないか。よし、間に合ったか。お前は動力銃のリミットを解除。くらえ、ブレイクショット。正気だ。ああ、任せるがよい。はあ、お、やった。よかった、これで。ああ、一安心のようだ。それにしても最後のあれ何だったのかな。そういえば何かに包まれたような。ああ、僕も含めた全員が淡い光に包まれていたな。何だと。うん、気のせいか。皆の動きが手に取るように見えた気がしたが。多分気のせいじゃないと思う。ああ、もしかしたらさっきのような力が。そう、アークスの進化ってわけね。あ、いやー、やっぱり最後は友情とチームワークの勝利よね。うん、お姉さん感動しちゃったわ。これにて入学式の特別オリエンテーリングは全て終了なんだけど。何よ君たち、もっと喜んでもいいんじゃない。喜べるわけないでしょう。正直疑問と不信感しか湧いてこないんですが。あら、単刀直入に問おう。
特化クラス7組、一体何を目的としているんだ？身分や出身に関係ないというのは確かに分かりましたけど、なぜ我らが選ばれたのか結局のところ疑問ではあるな。うん、そうね。君たちが7組に選ばれたのはいろいろな理由があるんだけど、一番分かりやすい理由はそのアークスにあるわ。この戦術オーブメントにエプスタイン財団とラインフォルト社が共同開発した最新鋭の戦術オーブメント、様々なアーツが使えたり通信機能を持っていたりと多彩な機能を秘めているけど、その進化は戦術リンク、先ほど君たちが体験した現象にある。戦術リンク、さっきみんながそれぞれつながっていたような感覚。ええ、例えば戦場においてそれがもたらす恩恵は絶大よ。どんな状況下でもお互いの行動を把握できて最大限に連携できる精鋭部隊、仮にそんな部隊が存在すればあらゆる作戦行動が可能になる、まさに戦場における革命と言ってもいいわね。うん、確かに理想的かも。でも現時点でアークスは個人的な適性に差があってね。新入生の中で君たちは特に高い適性を示したのよ。それが身分や出身に関わらずに君たちが選ばれた理由でもあるわ。なるほど。なんて偶然だ。さて、約束通り文句の方を受け付けてあげる。トールズ士官学院はこのアークスの適合者として君たち9名を見出した。でもやる気のないものや気の進まないものに参加させるほど予算的な余裕があるわけじゃないわ。それと本来所属するクラスよりもハードなカリキュラムになるはずよ。それを覚悟してもらった上で7組に参加するかどうか改めて聞かせてもらいましょうか。ちなみに辞退したら本来所属するはずだったクラスに行ってもらうことになるわ。貴族出身なら1組か2組、それ以外なら3から5組になるわね。今だったらまだ初日だしそのまま溶け込めると思うわよ。リーン・シュバルツァ、参加させてもらいます。え、リーン、一番乗りは君か。何か事情があるみたいね。いえ、わがままを言って行かせてもらった学院です。自分を高められるのであればどんなクラスでも構いません。うん、なるほど。そういうことならば、もとより修行中の身、こたびのような試練を望むところだ。俺も同じく、異教の地から訪れた以上、やりがいがある道を選びたい。
新入生最強の使い手にノッポの留学生くんも参加と。さ、他には？私も参加させてください。奨学金をいただいている身分ですし、少しでも協力させていただければ。僕も参加します。これも縁だと思うし、みんなとはうまくやっていけそうな気がするから。魔道場のテスト要員も参加と。アークスと同じくまだテスト段階の技術だから、運用レポート期待してるわよ。了解しました。謝っちゃったかな。私も参加します。あら、意外ね。てっきりあなたは反発して辞退するかと思ったんだけど。確かにテスト段階のアークスが使われているのは個人的には気になりますけど、この程度で腹を立てていたらキリがありませんから。それもそっか。これで6名。ピー、あんたはどうするの？別にどっちでも、サラが決めていいよ。ダメ、あんたが決めなさい。自分のことは自分で決める、そういう約束でしょ。めんどくさいな。じゃあ参加で。はあ、まあいいわ。これで7名だけど、君たちはどうするつもりなのかしら。まあいろいろあるんだろうけど、深く考えなくてもいいんじゃない。一緒に青春の汗でも流していけばすぐ仲良くなれると思うんだけどな。そんなわけないでしょ。帝国には強固な身分制度があり、明らかな搾取の構造がある。その問題を解決しない限り帝国に未来はありません。そんなことは私に言われてもね。ならば話は早い。ユーシス・アルバレオ、7組への参加を宣言する。あ、なぜだ。君のような大貴族の子息が平民と同じクラスに入るなんて我慢できないはずだろう。勝手に決めつけるな。アルバレア家からしてみれば、他の貴族も平民も同じようなもの。勘違いした取り巻きにまとわりつかれる心配もないし、むしろ好都合というものだろう。かといって無用に吠える犬をそばに置いておく趣味もない。ならばここで袂を分かつのは互いのためだと思うが、どうだ。誰が君のような傲岸不遜な輩の指図を聞くものか。マキアス・エグリッツ、特化クラスなら、クールボケた特権にしがみつく時代から取り残された貴族風情にどちらが上か思い知らせてやる。面白い。はあ、先が思いやられるな。そうね、なんだか相当相性が悪いみたいだし。あ、そっちはそっちで大変だね。笑い事じゃないんだが。これで9名全員参加ってことね。それではこの場をもって特化クラス7組の発足を宣言する。この1年ビシバシしごいてあげるから楽しみにしてなさい。
さかここまで異色の顔ぶれが集まるとはの。これはいろいろと大変かもしれんな。確かに。ですがこれも女神の巡り合わせというものでしょう。おお。ひょっとしたら彼らこそが光となるかもしれません。動乱の足音が聞こえる帝国において対立を乗り越えられる唯一の光に。学院に行くんでしょ。せっかくだから一緒に行かない？うん。他のみんなはもう出かけちゃったのかな。そっか。気配ってどうやって感じるんだろう。エリオットさん、おはよう、アリサ、委員長。二人ともこれから登校？ええ、エマ、時間もないし、行きましょう。ちょっと、アリサさん。それじゃあ、教室で。思ったよりも長引いちゃってるみたいだね。あれが不可抗力だったのは彼女も分かってると思うし、そんなに根に持つタイプにも見えないんだけどな。まあめげずに誠意を伝えればちゃんと分かってくれるんじゃない。ただでさえ別の問題でクラスがギスギスしてるんだし、せめて君たちくらいは仲直りしてもらわないとね。
平民出身の生徒が住んでる第二学生寮か。僕たち本来だったらあそこに入ってたんだよね。まあ意外と綺麗だし雰囲気も悪くないけど、学院までちょっと歩くのはよしあしってところかもね。邪魔だ、毒がいい。あ、七組の連中だった。所詮は寄せ集めの連中か。行くぞ、みんな。貴族クラスの人たちか。やっぱり緊張するな。そうかもね。そっちの建物は貴族生徒の第一学生寮か。噂だとすごく豪華で、世話をする執事やメイドさんが何人も働いてるみたいだよ。うん、そうだね。あ、皆さんもご存知のように、かつてエレボニア帝国は存亡の危機に瀕していました。その危機とは、250年前の獅子戦役。時の皇帝ナキアと帝位をめぐり有力な帝位継承者たちが、まあ帝国に住んでいる人なら子供でも知っている逸話ですよね。この内戦は長期化し、各地の有力貴族も巻き込んで泥沼の様相を呈していきました。そんな中、多くの傭兵は野党化し、略奪を行う騎士団すら現れたのです。国土は荒廃し、人心は乱れました。そんな中、民を顧みずに続けられた骨肉の争いに終止符を打つべく、ある一人の流浪の王子が辺境の地で立ち上がったのです。ドライケルス・ライゼ・アルノール。第73代エレボニア皇帝にして獅子神皇帝とも呼ばれる中高の祖。この士官学院の創設者でもありますね。ちなみに挙兵当時、ドライケルス軍は非常に少数でした。しかし帝国各地で人心をつかみ、心ある実力者たちの協力、そのドライケルス王子が最初に挙兵した辺境の地ですが、リーン・シュバルツァー君、その地がどこかご存知ですか？
疲れ様。今日の授業も一通り終わりね。前にも伝えたと思うけど、明日は自由行動日になるわ。厳密に言うと休日じゃないけど、授業はないし、何をするのも生徒たちの自由に任されてるわ。デートに遊びに行ったっていいし、なんだったら私みたいに一日中寝てても構わないわよ。学院の各施設などは開放されるのでしょうか？図書館の自習スペースが使えるとありがたいんですが。ええ、そのあたりは一通り使えるから安心なさい。それとクラブ活動も自由行動日にやってることが多いから、そちらの方で聞いてみるといいわね。なるほど。うん、確認しておくか。それと来週なんだけど、水曜日に実技テストがあるから。それは一体どういう？ま、ちょっとした戦闘訓練の一環ってところね。一応評価対象のテストだから、体調には気をつけておきなさい。なまらない程度に体を鍛えておくのもいいかもね。ふん、面白い。なんか嫌な予感がするな。はあ。そしてその実技テストの後なんだけど、改めて7組ならではの重要なカリキュラムを説明するわ。それはま、そういう意味でも明日の自由行動日は有意義に過ごすことをおすすめするわ。ホームルームは以上。副委員長、挨拶して。はい。起立。礼。
よ、後輩く。お勤めご苦労さん。入学して半月になるが、調子の方はどうよ。はは、分かってんじゃん。特にお前さんたちはいろいろてんこ盛りだろうからな。ま、せいぜい肩の力を抜くんだな。まあな、そう焦るなって。まずはお近づきの印に面白い手品を見せてやるよ。そうだな、ちょいと50ミラコインを貸してくれねえか。お、サンクス。そんじゃ、よーく見とけよ。さて問題。右手と左手、どっ、残念、外れだ。こういうことさ。まあその調子で精進し、せいぜいサラのしごきにも踏ん張って耐えていくんだな。あ、そうそう、生徒会室なら2階の奥だぜ。そんじゃ、良い週末を。ぶりだね。生徒会室にようこそ、リーン・シュバルツァー君。サラ教官の用事で来たんでしょ。ん？どうしたの？そんなにかしこまらなくていいよ。この学院の生徒会長のトワ・ハーシェルって言います。改めてよろしくね、リン君。うん、そうだけど、これから君たち新入生に関わることも多いと思うんだ。困っていることや相談したいことがあったら、ぜひ一生懸命サポートさせてもらうから。
ごめんね、君たち7組はちょっとカリキュラムが他のクラスと違ってて、戦術オーグメントも通常とは違うタイプだから別の発注になっちゃったんだ。うん、学生手帳には戦術オーグメントの説明書も載っているんだけど、他の1年生の子は今までと同じ標準タイプだから、おね、でも君たちのは特注品でかなり操作説明も違うから少し時間がかかっちゃったの。うん、サラ教官に頼まれて。ごめんね、こんなに遅れちゃって。うん、サラ教官もいつも忙しそうだし、他の教官の仕事を手伝うことも多いから今更って感じかな。よろしくね。うーん、でもリーン君たちも1年なのに感心しちゃうな。サラ教官からバッチリ事情は聞いてるか。なんでも生徒会のお仕事を手伝ってくれるんでしょ。うんうん、さすが新生7組だね。で処理しきれないお仕事を手伝ってくれるんでしょ。特化クラスの名にふさわしい生徒として自らを高めようってみんな張り切っているから、生徒会の仕事を回してあげてってサラ教官に頼まれたんだけど、ひょっとして私何か勘違いしちゃってた？入学したばかりの子たちに無理難題を押し付けようとしてたとか？そっか、びっくりしちゃった。でも安心して、あまり大変な仕事は回さないから。大抵のものは士官学院や町の人たちからの依頼になると思うんだ。うん、生徒会に寄せられたいろいろな意見要望ってところかな。今日中にまとめて朝までに寮の郵便受けに入れておくから、とりあえずリン。私の教え子よ。どうやら会長に夕食をおごってもらったみたいね。詳しくは言えないけど、来週伝えるカリキュラムにもちょっと関係してるのよ。誰か一人にそのリハーサルをやってもらおうと思ってね。
生徒会が忙しすぎるのも確かだし、一石二鳥の采配だと思わない？あくまで君の判断に任せるわ。特定のクラブに入るつもりなら無理にとは言わないわよ。君があのクラスの重心とでも言えるからよ。重心じゃないわ、あくまで重心よ。対立する貴族生徒と平民生徒、留学生までいるこの状況において、君それは否定しないわよね。そして私はその重心にまずは働きかけることにした。7組という初めての試みが今後どうなるかを見極めるため、それが理由よ。ビールよビール。週末なのに部屋で寂しく一人酒に決まってるじゃないの。ダンディーで素敵なおじさまの知り合いでもいたら一緒に飲みに行ってるんだけど。ま、あんまり深く考えずにやってみたら。どうやら何かを見つけようと少し焦ってるみたいだけど、まずは飛び込んでみないと立ち位置も見出せないわよ。それじゃあね、寮の門限までにはちゃんと帰ってくるのよ。
戦いは取った。行くぞ。はい、僕の番だね。だ、行くぞ。そこだ。風の赴くままに。みんなで行こう。いいのかだ。早く行くぞ。さてと、やっ、行くぞ。風の赴くままに。どうや。手強いぞ。気をつけろ。マイ。はっ。今だ。ここだ。さてと。えい。俺の番だ。風の赴くままに。